それ朝別に履いてるわけでもないし、その時にちょっと表に人がいてめちゃくちゃ吠えてたんですよ。だなあ、ごめんなさい、急にペッて感じで履いて、はい、もう一回ボディーウェイトは基本2回だからね。同じです。あ、増えてるやばい。その昼間履いたのは何が出たんですか？フードをドロッとした、もう最後食べたのは 何時間ぐらい食べたんですか？8時過ぎだから4時間5時間ぐらいで、冷凍するように言われてもらった胃薬を、あ、はい、うん、あのその時飲ませて、でその前もその後も朝も全然吐いてなくて、その時だけ。その後の食欲も変わりなく、あ、全然変わんないです。むしろ食べる。ずっと食べてます。あ、食べてます。まあ、歯じゃない、歯茎の色とは押して元に戻る感じですね。うんうんうん、まあ、1秒以内に戻ってはいるからいいと思います。この人も8度6分だから、まあ、これで平熱ですね。はい、ちょっと山ちゃん、なんか触らせてみな。今日は金曜ですよね。はい。少しガスが。かまって。ガスが。そんな乾いたくないみたい。でもその全然柔らかい。ああ、よかった。かわいい。最近こうやって、なんだろう。こうビビってます。こうなってます。プルプルしてる。めっちゃ。めっちゃ。さあ、耳悪く、そうですね、はあ、去年そうありますよね。はい、大丈夫です。もう悪くないないから、はい、アクティブ療法というか、うん、入れといてください。わかりました。一滴入れて掃除しなくていいから。あ、わかりました。で、まあ1週間に1回ぐらいこう入り口だけね、はい、取って拭いてあげるの。わ、うん、かりました。なってからでもなる前からやっといた方がいいかな、うん、予防でね、はい。本物に持ってもらいましょうか。じゃあお尻すいません。はい、すいません。じゃあ尻尾持ち上げて。ほ、ひまちゃん頑張ってね。まっ、はい、そこまでですね。出ない。出ない。そうね、そこは。まあでも多少は出るような気もするんだけど。これが先生がやると。ほら。ね、結構ね、ここじゃなくて、ほんと根元ですよ。ここやってもらって。やってる。なんか気にはなってるんだけど、気に気だけなってる。まあでもその意識が大事でね。はい。その意識のことにやってる。あと、あのあれ、ネックスガードじゃなくてもう一つ。ああ、あれね。うん、25日なので。25ね。はい。まだ名前が分かってない。そう、私も。ああ、そうそうそう、クレデリオ。まーちゃん。やめた。もうこの好きなやつ、信じられないんだけど。めっちゃこういうこと言ってるじゃないですか。画面すぎるわ。ほら、これも好きだから。はい、やるだけだ。はい、舐めるだけダメね。この奥はね、奥はこれじゃできないね、ちっちゃいやつは。
のね中間ぐらいのやつ使ってます。あ、なるほど。いつもお家では奥歯まで入ります、うん、あ、私や入ってる感覚、うん、わかんない。私がここまで入らんためだよね、うん、あのていうかむしろ奥の方がやりやすい感じがして私は。あ、なるほど。まあ、とにかくさ、うん、あ、少し血がついてるから、あ、少し歯周病があるな、うん、あ、ここから出てる。そう、そんな強くやってないんだけどさ、うんうんうん、はい、ちゃんと鼻をね、そっち側が出てる、うん、はい、じゃあちょっとこれちょっとブラッシングね、はい、待ってね。なんで最近伏せするんだろう。昔しなかった。一番防御の防御な。はい、ありがとうございます。はい。はい。顔をやって耳やって尻尾やって足。うん、で最後から。耳が一番おとなしく合わせてくれる。あ、お家でも。あ、はい。そう。うん、はい、じゃあ足が一番嫌みたい。尻尾やって、足やって、あとからやる。あと、あの、お腹まで待つでしょ。声。まーちゃん。まーちゃん、ちょっと待って。おうおう。今日、はい、そうですね、メタボリック。薬はじゃあ何個使ったんですか。2日、3日分ぐらい使ったかな。じゃあ6個ぐらい。そうです。で、あと4日分ぐらい残ってたので。次、いつ目1ヶ月後じゃない。履いてなかったらさ、1ヶ月分にしたいとこなんだけど、履いたじゃないですか。でも、うん、そんな運動してからって履かないですよ、浅いだから。本来から。そうですよね。で、まあ、履かずにいたらさ、1ヶ月後の真ん中ぐらいで。あ、わかりました。2週間ぐらいで1回にしてください。2週間ぐらい。あ、ちょうどいいです。はい。で、薬がもし使うようだったら電話して取りに来てください。あ、わかりました。何日間もある。4日分あるので。4日分あればね。とりあえずその今3日分飲ませて、はい、今また普通の調子だからやめても大丈夫ですか。やめていいですよ。でまた、はい、吐くことがあって飲ませるようなことがあって、お薬がなくなりそうになった時に、ただ1回じゃないけど2回吐いたら見せてください。あ、わかりました、わかりました。それはわかりました。飲むのがいつ25日ね。25です。じゃあ、ちょっと来月、6月になったら、あの実店舗の今後の英語です。今後ですね。はい、わかりました。はい、先生、あの、狂犬病って絶対届きますよね、保健所に行って。そうそうそう。そうですよね。届けなきゃダメ。ですよね。なんか、友達がやってないって言ってて。だから、それは、法律で決まってることだから、ね、もし、そういうことがバレちゃったら、罰せられますよ。うん、あの打つことは打ってるんだけど保健所に行ってないって、うん、だから本当行かなきゃダメですよ、ね、そう、打って保健所まで行ってだ登録して、そう、届けることが基本ですよね。ですよね、うん、分かりました。だからじゃあ分かんなかったらね、そんなめったなことではそんな分からないじゃないですか、うんうんうん、なんか事故があった時、うんうん、打ってないよとかそんな風になるとさ、あ、そうですね、それは管理者の責任になりますよね。届け出しなかったら打ってないような形になっちゃってるわけですよね。そういうことです。受けるまでが審議なんでね、そこも、うん、まあ、それ後のその人の法律に対する解釈しかないみたいな。そういうことですよね。もうちょっとブラッシングです、はい、もうちょっとだけやってもらいましょう。そちらで、あと、そちらで、そっちに移って、はい、あ、向こうで、あれもらってこう、あの、なんでしょう、ラクサ、ラクサ、ラクサをやっといてもらいます。メタボリスケットね。おしっこを今検査出してた。あ、今日出してます。はい、あ、じゃあおしっことうち。あ、でもうんち半日取れなくって今朝した分しか取ってない。あ、そうですか。わかりました。うんちは異物チェックちゃんしてますから、うん、それじゃあちょっと結果出しますね。はい、じゃあちょっと待ち合いで待ってください。で、ちょっともうちょっと溶かします。はい、わかりました。テーブル変わって、綺麗に もっと綺麗に溶かしてて、溶けたら、はい、中田さんか佐山さんにチェックしてもらって、そんなじゃダメだもん。あ、はい、消毒して。じゃあ、それじゃあ朝、合計で25食べてらしいです。
じゃあこちらでやってください。あ、はい、ご飯減らしてますか。